午前6時前に長崎県佐世保市付近に上陸した台風4号。台風としての勢力は弱く、風はそれほど強くありませんでしたが、各地に大雨をもたらしました。福岡県大牟田市では午前7時10分までの1時間に120ミリ以上の雨を観測し、気象庁は記録的短時間大雨情報を発表。市内の至る所で道路が冠水し、市が今年度から導入した排水ポンプ車もフル稼働しました。私が来た時には深いところで3、40センチぐらいの冠水が確認できました。雨の状況にもよりますけども、雨がまあひどい時はちょっとここは浸かるところではあります。少なくともまだ2、3時間はかかるんじゃないかとは思っております。一時氾濫危険水位に達した大牟田市を流れる道面川です。水位はずいぶん下がって濁った水がゆっくり流れているんですが、この川岸、足元を見てみると草木が一方向にすべて倒れているんですね。つまり一時的に水位はここまで来ていたということが類推されます。だとすると本当に氾濫一歩手前の危険な状況だったということが読み取れます。午前9時、台風4号は熊本県阿蘇市付近で温帯低気圧に。雨も上がり、10時半ごろには県内に発令されていた警報がすべて解除されましたが、水が引いた大牟田市内では至る所で被害が確認されました。福岡県大牟田市米尾町です。大雨の影響で擁壁が倒れてしまっています。今度の雨ももうちょっと気味はしとったですけど、あれはひどいです。やっぱりこうひびが割れとってしょ、あれがまた落ちんかなと思ってからですね、ここまでなるって思わやったですね。市街地で被害を受けた店は臨時休業を余儀なくされました。水に浸かってしまった施術用のベッドの消毒など片付け作業が続いています。大牟田市姫島町の整骨院ではスタッフだけでなく利用客も駆けつけ、施術台の清掃などに追われていました。この整骨院は2年前の大雨でも浸水、建物を建て替えるなどして営業を再開し軌道に乗り始めた矢先に再び浸水被害を受けました。一度2年前に冠水はしてたので一応用心はしてたんですが、まあ、台風なのでどちらかというと風とかの方を意識してたんですが、雨が強くてしかも一瞬でですねここまで降るってことはあまりなかったのでですね、はい、ちょっと予想以上でしたね。いや、勘弁してほしいなというところありますけどね、まあ、自然災害なんでね、やっぱりそれ以上に立ち向かっていくしかないなと思いますけどね、はい、この美容室も2年前に引き続いての浸水被害です。ちょっときついですね。今日も予約が入ってたけどちょっとお断りしてですね、でちょっと明日からもちょっとどうしようか考えるところです。史上最も早い梅雨明け直後に九州を直撃した台風4号。この影響で九州北部地方では現在も大気が不安定な状況が続いていて、局地的な雷雨などに注意が必要です。